はい、どうも、太郎丸です。2024年7月1日、遺跡情報。ということで、カシマントラーズの遺跡情報について話していきたいと思います。ということで、まあ、公式発表が出てまいりましたということで、まあ、先にですね、いつも通り、いつもご視聴いただきありがとうございます。ということで、前,前回と同じ、えー、キューボボランチということでね、えー、少し話させてください。今日やること、佐野金チーム離脱。えー、この遺跡について思うこと、 ま、最近気になる選手ということでね、お話しさせていただければと思います。えー、佐野がチーム離脱しましたね。えー、佐、ま、野、あ、会長、毎日行くっていうことで、まあ、冬のね、移籍試場の際にも移籍するなら夏という表記がありましたね。記憶しております。まあ、それがね、このタイミングでかなってしまいましたね。えー、毎日行くんではないでしょうか。かねてからの報道ですと、毎日っぽいですね。 残りはね、メディカルチェックのみというのもね、えー、鹿島の公式が発表しておりますので、まあ、確実に移籍するでしょう。メディカル的に産の回収が問題あるとは思えないので、まあ、移籍するでしょう。で、今回の、ね、移籍金っていうのはですね、放送通りであればですね、えー、約6.9億円ということで、まあ、鹿島史上最高額での海外移籍となりますね。まあ、これは素直に嬉しい部分です。 それだけね、三回収が評価されているということもありますし、えー、レートがね、ちょっと日本円の価値が下がってしまっているので、6.9億円という、まあ、高値にはなってますけれども、えー、実際には、実際にはというか、まあ、数年前であっても5億円ほどの価値になるようなので、まあ、日本人の感覚でね、経済的にはまだそんなにインフレしてない。 スタグフレーションの状態で、なおかつね、貨幣時にはこう価値が下がっている状況なので、えー、どの時代に、ね、合わせたらね、自分が分かりやすいかっていうのを考えるとやっぱ5億円ぐらいっていうふうな印象ですかね。まあこれもね、過去最高だと、レベルの金額ではあると思いますんで、ね、 かなりいいかなと思います。しかもですね、6.9億円ということはあの、一つ言えるのは、日本円が6.9億円手に入るということなので、まあ、海外紙幣ですけどね、えー、ユーロになると思いますけど、ユーロが手に入るということは、まあ、ユーロのね、それだけ価値が今高い状態で、えー、海外から選手を取ってくるのは難しい中で6.9億円ほど、400万ユーロですか、あるっていうのは結構大きいかなと。 思いますユーロでね、支払いになると思いますし、今後。あとはですね、まあ、6.9億円、これを現金、日本円に換算した場合でも、えー、国内移籍6.9億円あれば、かなり動けるんじゃないかなと思いますので、まあ、この収入というのは、まあ、鹿島の、えー、今後の移籍市場的にはですね、かなり、えー、鹿島が動くために十分な、ね、収益と言えるんじゃないかなと思いますね。 えー、この遺跡について思うことということで、まあ、佐野がい,いなくなるっていうのはかなり痛手かなと思います。まあ、今シーズン私、徹性たっぷりの、えー、知念の影に隠れがちではありましたけども、佐野回収の利きっぷりというので、ね、目を見張らざるを得ないですね。回収力みたいな、ね、ところは、ね、よく言いますよね。えー、さらに、えー、知念佐野コンビはですねリーグ、リーグでも屈指の守備力だったかなと思います。このコンビの、ね、解散というのは痛いですね。 ということで、佐野の代役は誰になるのっていう話ですね、まあ。当面はね、柴崎かなと思いますで。私はね、彼をボランチの選手じゃないと思っていたみたいな、思っているっていう発言を何回かさせていただいたんですけども、それはね、神戸戦でちょっと覆されたかなと思います。で柴崎をね、ボランチにあてがうことによって、まあ、レアル・マドリードの ローースのようなななムムブでチームを助けててくれるんじゃないかなと思っております。ただですね、彼の稼働率の低さというのはね、ここ数年気になるところなので、まあ、もしね、今後も連戦が多分あると思います。ただ、まあ、鹿島は日程的に割りかし緩いですけど、それでもね、柴崎学が出れない試合が出てくるかなと思います。そうなるとですね、雷子であったりとか、えー、船橋しかいないような状況になりますんで、やっとしたらね、ここで新しい選手の獲得というのはある得るかなと。 いうふうに思ってます。ということで、えー、鹿島ね次のターンに移るということでね、えー、柴崎がボランチに入るイコールですね、今シーズン、今までのような戦い、えー、ボランチが回収しまくる、まあ、ネガティブのトランジションで頑張るサッカーというのはね、かなりできなくなるんじゃないかなと思います。前4人と プラス1名、2名ぐらいで、こう、崩すっていうサッカーはね、なかなか難しくなってくるかなと思ってます。えー、ポポはね、えー、様々なサッカーを考えているという発言をしていたと思います。えー、ま,あ、まだまだ作,作戦、策略はあるよみたいな話をしてたと思うんですけども、まあ、これをね、えー、素直に聞き入れれば、えー、保持に重きを置くターンに入るんじゃないかなと思います。柴崎学が入ることによってということで、具体的なね、形というのはね、こんな感じですね。 まあ、ダウンスリーした時の形ということで、これが現実的な部分だと思いますね。えー、鹿島ダウンスリーするときに、まあ、どうしても真ん中の選手がそのまま、えー、センターバックの間に入って、センターバックが開いて攻撃を作るみたいなところは結構やってるかなと思うんですけども、このいわゆる RHV、LHV ですね、関川、上田のところを、 えー、このままでいいのかっていうのが疑問でして、関、まあ、側は左利きのセンターバック欲しいですし、関側のポジションであれば。で、RHB に関しては上田なので、まあ、現実的にはこっちの方がまだマシなんじゃないかなと思ってて、上田はね、ロングボールをそれなりに蹴らせようと思えば蹴らす 蹴れるので、えー、まあ、大砲役として上田を真ん中に置いて、まあ、関がいくまのところ、本来であればね、左利きのセンターバックを使いたいところですけど、現状、噂も何もないので、えー、関がそのまま。で、柴崎岳を右のね、えー、RHV に入れることによって、えー、鹿島としてはここで、えー いいパス、縦パスが入るんじゃないかなと思います。で、1年営がここに入るしかないので、1年計をここに入れております。というような感じですかね。ということで、まあ理想というか、まあ私の考え的にはこっちの方がいいんじゃねえかなというところでございまして、じゃあ、まあ柴崎学については、まあ、 稼働率が低いっていう話もあったんで、最近気になる選手、ボランチの選手を挙げさせていただきました、えー。サガントスの川原、そうですね。まあ J からの強奪路線という話ですね。まあ、先ほども、えー、海外のユーロ、えー、ユーロの話と日本円の話が出ましたけれども、まあ、彼が候補に上がるのは、まあ、当然っちゃ当然かなと思います。まあ特に、ね、J からの強奪路線であれば、彼が一番手になるんじゃないかなと思います。 まあ、それほどまでに魅力的な選手ではあるかなと思います。まあ、いろんなところに顔を出しながらゲーム作れますし、 えー、今のね、言ったダンスリーした形であれば、えー、知念圭のところにね、ハ、えー、原なんて入れたらめちゃくちゃ面白そうだなと思いますし、逆にね、RHV、LHV のところにハ原入れて、柴崎がね、えー、一列前っていう形でも十分やれるんじゃないかなと思いましたんで、えー、その辺を加味して、河原層を選んでみました。またですね、えー、ルーベンの、えー、三沢健とですね、 まあぶっちゃけ、こう、鹿島の今の守備的なボランチであれば、えー、一番最初に声がかかるんじゃないかなと思いますね。えー、今やってることと同じことをしたいのであれば、えぇ、ー、ミサオケっていうのはね、候補に上がると思います。またですね、ポリバレントなボランチという意味で、えー、もう一人選ばせていただきました。前回まではね、結構パスワーの選手をこう上げたらですね、 パサオは今いらねえっていうことを反応でいただきましたので、じゃあだったら、まあ、川原、三沢、沢にね、プラスで誰がいいかなって考えたときに FC 東京の小泉慶ですね、またいつか戻ってきてほしい選手の一人ですね。で、何よりね、選手の起用幅っていうのがね、大きい選手ではありますね、えー。起用できるポジションが多いですよね。サイドバックでも頑張れるし、ボランチはもちろん、 主戦場ですし、えー、右においても左においてもミッドフィーダーでもね頑張れますし、えー、ゼロトップの、ね、一角も張れますし、えー、鹿島ではね本当にもうほとんどやったことないのはセンターバックぐらいじゃねっていうぐらいさまざまなポジションで働いてくれたので、えー、こういった選手がね、えー、小泉慶みたいな選手が帰ってきてくれると、鹿島に今、 一番合うんじゃなないいかなと思います特にね、ポップビッチは、えー、ポジション関係なく、ガンガン、こう、こいつならここはできるだろうっていうぐらいの感覚で使ってくれますし、小泉系はね、J1 レベルのフィジカルもあるところで、まあ、知念系と合わせてね、えー、結構いろいろなことできそうだなと思ってるので、えー、ちょっとね、小泉 K 戻ってきてほしいなと思います。 まあこのうちのね、一人取れれば十分ですね。二人取れたら上出来ですね。まあ、二人もいらないと思いますけれども、誰か来てくれたら、えぇ、鹿島としてはかなりプラスかなと思いますね。で、あとはですね、センターバックですね。えここはね、また、えーまあ、噂が上がってきたらお話ししたいかなと思います。ということで。 えー、次回はですね、遺跡情報来たらまた投稿しますのでよろしくお願いします。ということで、いつもご覧いただきありがとうございます。皆様のね、おかげでいつも楽しく動画を撮れてます。えー、これからもね、気が向いたらグッドボ、えー、グッドパターンよろしくお願いいたします。押してくださいね。あと、ついでにコメントもということでね、こんな選手いるよとか、J2 にこんなやついるんだけど、みたいな。 こんなすごい選手いますよとかあったらコメントください。あの J2 と J3 はね、あんまり抑えてないんで J3 はね、山形の選手はね、名前言えるんですけど、まあ妻が山川サポートなんで。でもね、えっと、ほとんどのチームは勝ってない状態なんで、えー、もしね、良ければよろしくお願いします。ということで、まあチャンネル登録もね、していただければ幸いです。まあ今後もね、このような動画バシバシ上げて、 行くかどうかはね、遺跡の情報が来るかどうかなんで、なんとも言えないですけど、よろしくお願いします。ということで、また会いましょう。さよなら。じゃあね、バイバイ。